を迎えております福井県小浜市民会館、白一色であります。夏を思わせるような暑い日差しの後、この小浜市民会館ではメインイベント PWF の2代目チャンピオンになりました東亜鎌田と日本の二冠王ジャンボ鶴田との一騎打ちを迎えております福井県小浜市民会館。リング上に颯爽と登場はまず東亜鎌田、そして一歩遅れてジャンボ鶴田の登場であります。館内にはジャンボ鶴田センターミーティング会員監修が流れました。三菱自動車、ニッカウイスキー、遺跡の平倉酒造、大塚グループ、横浜本より両選手レフリーに花束を贈呈でございます。試合に先立ちまして両選手レフリーにこの放送のスポンサー三菱自動車、ニッカウイスキー、遺跡の沖、木桜酒造、大塚グループ、横浜ゴムより花束が贈られました。さあ、いよいよこれよりこのシリーズ初めての両選手の一騎打ちを迎えています。小浜市民体育館、原郡司リングアナウンサーより両選手の紹介が行われます。本日のメインイベント60分一本勝負を行います。アドソーラー3月10日のドローラーファンゲート、大将に PWF のベルトをかざしました2代目チャンピオン東亜鎌田、絶対に倒したい相手です。インタータッグ初防衛成功、 UN 二冠王ジャンボ鶴田と、お互い一騎打ちのチャンスがやってきましたね。山田さん、そうですね、はい、これはもう何としてもね、はい、ジャンボに勝ってもらいたいですね。本当にですね、まあ、会場の皆さんがですね、今日はこの東亜鎌田を破るようなそんな悲痛な願いがですね伝わってくるようですね。うん、まあ、私も解説者ですから、はい、そういうふうな私の個人的な希望を言っちゃいけないんでしょうけれども、はい、この一戦だけは何としてもジャンボに勝ってもらいたいですね。まあ、鶴田自身もですね、今日はこの東亜鎌田に対するいわゆる恩対師匠ジャイアント馬場選手の恨みを晴らすといったそういう覚悟を秘めてのリング登場であります。さあ、ゴングが鳴りました。本日のメインイベント60分一本勝負。まあ、よくジャンボ鶴田選手はザ・シーク、アブドラ・ザ・ブッチャー、あるいはこのキング・イヤウケア、そしてこの東亜鎌田と言われるように流血反則暴走レスラーには若干こう、まあ、本人は好きじゃないというようなことを言ってますけれどもね。そうですね、はい、しかしね、私は勝つチャンスは十分あると思うんですよ。東亜鎌田を上回るスピード、そして多彩なテクニック、それからですね、ジャンプ力においてもね、勝ってると思う、ね、豪快に腰に乗せて投げました東亜鎌田であります。まあ、秋田の一戦6月1日でありますけれども、秋田市民体育館で、まあ、まさかよもやこんなことはあるまいと、まあ、日本のファンが思っていたわけですけれども、反則から流血攻撃、そして最後にはとうとう冷静なジャイアント馬場選手を反則暴走まで持っていきまして、この PWF の2代目のチャンピオンに輝いておりますこの東亜鎌田。まあ、来週の放送では先ほどのメインイベント豪快にロッキー畑を破りましたビル・ロビンソンが早くも初防衛戦の相手として、この東亜鎌田にチャレンジするわけですけれども、まあ、先ほど倉持アナウンサーも言っておりましたがビル・ロビンソン自身も燃えていますね。これはやはりね、はい、先ほどもお話ししましたんですが、非常にそのいわく因縁があってこういう対決になったわけですから、これもロビンソンですね、なんとしても鎌田を倒してタイトルを奪うんだということで燃えてますね。まあ、そして鶴田選手もいわゆるこういったこの東亜鎌田ですが、これは人間風車の体勢に入っていますが、さあ150キロの東亜鎌田投げ飛ばすことができるかどうか。がっつりと腰を落としました。ちょっとはい、インディアングリップできませんね。まだ腕が回りきらないですね。必死の思いで腰を落としました東亜鎌田。セカンドロープにお尻を持っていきました。いや、重さそのものはね、はい、大したことないと思うんです。150キロでもいけると思いますけれども、そのためには腕を回してインディアングリップしなきゃいけませんからね。いわゆる腕と腕とのこの指先がつながらない、そうですそうですね。おっと、これは速い動きです東亜鎌田。ローリングしましたね、はい、東亜鎌田自体はまあ、全日本プロレスマット初登場ということであまり正体は分からなかったんですが、まあ、これだけ大きな体なんですがスピードはありますね。十分ありますよ。さあ、同じ技で返しますジャンボ鶴田、意地があります。そうですね、まあ、ジャンボ鶴田自身も正統派のレスラーでありますので、はっきり言ってこういった東亜鎌田がですね、
まあ、歴史と優秀がある PWF の2代目のチャンピオンになっているのが本当に面白くないということをはっきり言ってますね。そうですね、はい、しかし、まあ試合をご覧になってお分かりかと思いますけれどもね、単なる暴走型のレスラーではありません、はい、鎌田はなかなかね細かいテクニックを持ってますしね、時には非常に冷静に試合を進めますからね、油断できないです。いわゆるタイトルを取ってからのこのスーパーパワーシリーズ、本当に冷静な試合運びが各会場で見られますね。そうなんですよね。まあ、いずれにせよ来週の放送、東亜鎌田の初防衛戦の相手はビル・ロビンソンということになりまして、初防衛に成功しますとタイトルはこの東亜鎌田の本拠地ハワイに残るでありましょうし、ビル・ロビンソンがニューチャンピオンになりますとアメリカに渡ります。まあ、海外流出は必至ですね。もうこれはこのシリーズ全くチャンスはありませんしね、はい、まあ、一番困るのはこの東亜鎌田がですね、防衛したような場合ですね、これはなかなかずるいですから、チャンスをくれないんじゃないかと、もうアメリカへ持っていったきりですね、逃げ回ってチャンスをくれないんじゃないかと、そういう恐れがありますね。まあ、私ロビンソンが取った場合ですね、はい、これはね、もう世界中どこへ持って帰ろうと、ロビンソンはやはりジェントルマンですしね、まあ、相手を見て十分チャンスを与えてくれるんだと思いますね。はい、すでに音体のジャイアント馬場選手は試合の判定に不満足でありまして、ハワイの PW 本部の方へ電話が入っております。ロードブラース会長のところに電話を入れてあるわけですが、すでに一宮の結果を待ってその段が下るということまで話が行ってるようですね。そうなんですよ、馬場選手としてはね、全チャンピオンということで、はい、もうとにかく一日も早くチャレンジをしたいということをねアピールしてるわけですね。はい、本人も馬場選手非常に責任を感じております。さあ、その馬場を破りましたこの東亜鎌田に師匠の敵討ちができるでしょうか。ジャンボ鶴田寝技での応酬であります。先ほどからトーホールド並びにこの足への攻撃が多いですね。そうです、これはやはり鎌田の動きを封じようということですね。それからですね、先ほどセミファイナルを終わりましたビル・ロビンソン、来週の放送でお送りいたします PW ヘビー級タイトルマッチのチャレンジャーなわけですが、ビル・ロビンソンがじっとこの一戦注目してますね。このところ、はい、鎌田の試合ぶりというものをね十二分に偵察してますね。まあ、ロビンソンの実力をもってすれば、はい、さほど不安ではないと思いますけれども、それの上なおかつこういうふうに研究熱心、そこはやはりロビンソンのね骨頂ですね。一つだけそのロビンソンの、黄色の信号と言いますでしょうか、危ないところはインタータッグで痛めました左の肩、今日も絆創膏してますのでね。そうですね、このくらい治っているでしょうか。来週の放送の東亜鎌田ニューチャンピオン PW ヘビー級タイトルマッチ、チャレンジャーはビル・ロビンソン。鎌田がね、はい、だいぶ足を痛められたことで、足を引きずってるだけじゃなくてこのスタミナをね、奪われてますね。痛い攻撃を受けると痛さをこらえることでかなりスタミナを使ってしまうわけですよね。おなじみになりましたこの表情であります。ぐっと舌を出しまして力を加えるこの時の表情、なんかこう不気味な感じがしますね。しかしリスロックの取り方うまいですね。はい、さあ満面力を込めてジャンボ鶴田の左の指先に150キロの全体重で右先の攻撃であります。試合前に言っておりましたジャンボ鶴田ですけれども、まずこの鎌田、150キロの鎌田を投げることができるでしょうかと言ったんですが、先ほど人間風車のポーズを見せましたが、今この攻撃、いわゆるこの鎌田のですねスピード、そしてその中に見せる空手蹴り、これを注意したいということを言ってましたね。これはもう絶対用心しなきゃいけないですね。はい、今の場合もリスト手首を決めておいてですね、はい、腕の付け根あたりへのキックですね。効きますよ。鎌田自身もですね、自分のその技の決まった具合がいいのでしょうか。ぐっと表情を変えておりません。苦痛に歪んでいるのがジャンボ鶴田。しかし鎌田まだ左の足首をこう引きずっているようですね。やはりはい、あれは効いているようですね。最近ジャンボ鶴田選手はドロップキックが非常に調子いいんですけれども、今日はこの鎌田にぜひジャンボ鶴田の
素晴らしい跳躍力のあるドロップキックを見せてもらいたいところですが、空手蹴りですね、はい、早いですね、2連発ですね。あっという間にジャンボ鶴田がまたキャンバスに横になりました。あのキックというのはどうなんですか、トーキックで入ってるわけですか。いや、おそらくトーですね。瞬間的でちょっとね判断しにくいんですけれどもね、はい、トーキックですからね、これ正確に言うと反則になりますね。まあ、秋田での馬場選手との PWF のヘビー級タイトルマッチはジャンプしてのその空手蹴りのトーキック、あれで随分その馬場選手の喉元への攻撃で苦しかったようですね。そうなんです。いわゆるキックというのはですね、はい、足の甲の部分とか、はい、足の裏ですね、ここで打つ場合にはこれ反則とみなされないんですけれども、つま先はいけません。その鎌田の空手蹴りのキック攻撃で、鶴田選手グランドでの試合を強いられております。おっと、鶴田が早くもリングの中に吹っ飛ばされました。リングの外であります、リングの外であります。そして放送席に持ってきました。鶴田選手、私どもの放送席の方に吹っ飛んできたわけですけれども、ちょっと空手のその蹴りがですねかなり効いてるようですね。そうですね、はい、やはりね、はい、胸、喉ですね、はい、なかなかいい角度で決まりますからね。リングの中は余裕シャクシャクであります。2代目 PWF のチャンピオン東亜鎌田、そしてクロー攻撃も見せるようになりましたね。クローもなかなか強いですよ、はい、ジャンボ鶴田の左の肩にクロー攻撃であります。それもむちゃくちゃなクローじゃなくてですね、はい、非常にオーソドックスに片っぽ右手なら右手でクローをかけてるとき左手をフォローすると、はい、非常にオーソドックスに原則をよく守っていますね。こういう攻撃もできるんですね、鎌田選手。やりますよ。さあ、ロープに飛ばして、さあ、カウンターのドロップキック、跳躍力があります。おっと、鎌田は、これはどういうことですか、デモンストレーションでしょうか。リングの外を一周であります。まあ、かなり効いてると思うんですけれどもね。今ヒットしましたね。ちょっとタイミングを外してるんじゃないでしょうかね。余裕があります。冷静に試合を展開しております、東亜鎌田。チャンピオンになってからの冷静な試合運び。ジャンボ鶴田との一戦、鶴田もインタータッグの初防衛に成功し UN チャンピオン2冠を現在乗りに乗っております。まあ、今のドロップキックもちょっとスクリューがかってましたけどもね。そうですね、はい、さあ足を取った、足を取りました。足への攻撃が今日はいいのではないかというようなことも言っておりました、このジャンボ鶴田であります。さあ、トーホールドであります。トーホールド、左足をステップオーバーいたしました。思い切ってスピニングに行きたいですね、はい、ドリーファンクジュニア直伝のスピニングトーホールドに行きたいですね。東亜鎌田自体はグランドでのこういった展開はどうなんですか。あんまり得意じゃないみたいですね、はい、やはりダイナミックに動き回ってる中からチャンスを掴んでいくというタイプなんですね、さあイミジクも拍手が起こりました。お得意のリバーストーホールド、受け身を取ります。反対になって受け身を取ります。これはいい攻撃ですね。効いてますね、はい。まあ、これだけ足を痛めますと東亜鎌田お得意のジャンプしての空手蹴りが、まあ、ちょっとダメージが濃くなるのでそうできにくくなりますからね。そうですね、今はい、いわゆるジャンプしての蹴りですね、はい、あの時の踏み切り足になる左足を攻めてるんですよね。鶴田自身も冷静にこう鎌田自身を研究してますね。この鎌田の左足首が真っ白ですね、素足で登場しておりますこの東亜鎌田、赤い空手の着物をつけての登場であります。さあ1回転いたしましたが、うつ伏せの段階です。足を X 字型にして攻めますけれども、スルスルするとサードロープまで上半身を伸ばせました。またここで完全にこれはロープブレイクであります。おっと2回目ですね、自らこの外に出て呼吸を図っております。ちょっと足を痛めました東亜鎌田、 BWF2 代目のヘビー級のチャンピオンであります。大きなお腹、大きな背中、この辺が冷静ですね。非常にタイミングを取ってうまく逃げてますね。今日は温帯師匠でありますジャイアント馬場選手の恨みを晴らしたい福井県小浜市民体育館のリング上ジャンボ鶴田、まあ、6月1日秋田市民体育館での一戦は忘れることのできない一戦になっております。全日本プロレスのマットスーパーパワーシリーズであります。東亜鎌田は全日本プロレス初登場ということでありますけれども、
もうすでに黄金に輝くベルトを七に収めまして、意気揚々とスーパーパワーシリーズ余裕を持って転戦しております。あっとやりましたね。ジャンプ1番、ジャンプ力もあります。150キロの遠赤股、遠キックが鶴田の喉元に炸裂であります。4連発ですよ山田さん。しかしあれだけ足を痛めつけられててね、よくできてますね、はい、さあロープに飛ばしてそのままおっとドロップキック、150キロの遠赤股が鶴田のお株を奪うようなドロップキック。今のやつね、プロレスリングの技としてはドロップキックなんですけれども、はい、むしろやはり空手流の片足飛び蹴りですね。足飛び蹴り、ね、まあ、しかしこの簡単にこの空中を飛ぶ、おっとトップロープから鶴田をリングの外に放り投げました。パワーもあります。そしてお客様の席に割って入る本部席であります。先ほどからトレーニングを積んでおりました桃田義弘選手の顔も見えます。さあ全く鶴田選手、おっと姿が見えますね。イス攻撃ですね。イス攻撃であります。喉元が真っ赤になっております。ジャンボ鶴田、あっとこの辺で暴走レスラーの本拠を発揮してまいりました。だんだんと流血大王暴走レスラーの実力を発揮してまいりました。東亜蒲田リング上、リングの外はジャンボ鶴田、これはたまりません。リングの中は余裕しゃくしゃく東亜蒲田。ね、ビル・ロビンソン選手ですけど、ね、今場外で東亜蒲田が暴れまくりましたね。そうしましたらもう非常にいかめしい顔でね、またああいうラフプレーを展開したなという顔つきでね、ぐっと睨みつけておりましたね。さあ今倉持アナウンサーからリポートが入りましたけれども、やはり正統派のビル・ロビンソンはこういったレスリングを嫌うんですね。そうなんですよね、一番嫌いますね。来週の放送ではその正統派のビル・ロビンソンが東亜蒲田との一騎打ち、 PW ヘビー級、さあ青い鉄柱へ持っていく鶴田の怒りが爆発です。鶴田の怒りが爆発、師匠の敵を討ちたいこの小浜市民体育館、満員のお客様からすごい声援であります、まあ、鶴田といたしましても正統派のレスリングを展開するんですが、まあ、管理袋の方が綺麗だといったところですね。そうですね、相手は相手ですからね、はい、目には目を、歯には歯をであります。ジャンボ鶴田、さあ入ったスピニングトーホールド、スピニングトーホールド2回転、しかしサードロープにがっちりと腕を伸ばしました。この辺もずる賢い行為ですね。そうですね、しかしこのスピニングトーホールドは効くと思いますよ、まあ、150キロの全体重を支えているこの2本の足へのスピニングトーホールド攻撃、2回転の攻撃でありました。ジャンボ鶴田、さあニュートラルコーナーに持っていきました。エルボースマッシュ、エルボースマッシュ、エルボースマッシュ、3連発、セカンドロープ、トップロープから東亜蒲田が今度はリングの外に落ちました。先ほどのお返しであります。ジャンボ鶴田、まあ、これは本当に目には目をと言ってほしいところですね。そうですね、はい、怒りが収まりません。日本のファン怒りを爆発、ジャンボ鶴田青い鉄柱に持っていく、蒲田が後ろからゆっくりと落ちました。まあ本日はノンタイトルということもありまして、鶴田自身もこの目には目を歯には歯をの攻防であります。強烈なリングの外でのエルボースマッシュ、これは行くぞというガッツポーズ。あなたもちょっとこのダメージが濃くなってまいりました。さあ今度はどうか。さあ赤い鉄柱だ、赤い鉄柱に乗っていく、あなたを乗っていく師匠ジャイアント馬場の怒りを代わって東亜蒲田に炸裂させております。ああ当たった、これはセカンドロープに足がくの字型に入りましたね、絡んでしまいました、ね、これは危ない、これは危ない。ジャンボ鶴田、あと暴走いたします。東亜蒲田 PWF のニューチャンピオンでありますが、レフリーの NWA オフィシャルレフリー城樋口を突き飛ばしました。そして盛んに城樋口がアピールするんですが、またもや城樋口を吹っ飛ばした。最前列のお客様の席に割って入りました。しかしジャンボ鶴田がまだ捕まっている、まだ捕まっています。これはたまりません。ジャンボ鶴田の喉元へ、これはチョークですね。そうですね、ああ指突き攻撃があります。いやいやいや、はい、レフェリーがもう合図しましたからね、反則を取ってますね。あ、正式にはあとビル・ロビンソンが入ってまいりました。ビル・ロビンソンが入ってきた、怒りのロビンソン、正統派のロビンソンが怒りのパンチであります。東亜蒲田も睨み返す、東亜蒲田も睨み返しました。
ジャンボ鶴谷、そっとビル・ロビンソンが行ったが、後ろから後ろから行きました。東亜蒲田、来週の放送ではこのビル・ロビンソンと東亜蒲田の外人同士の PWF ヘビー級タイトルマッチをお送りいたしますけれども、まあ、ビル・ロビンソン自身左の肩を痛めていますので、ちょっと用心したいんですがね。そうですね、ビル・ロビンソンが動きません。放送席の目の前、ロビンソンが動かない。ビル・ロビンソンが動きません。ちょうどね、左の肩にキックを受けてますね。来週の放送タイトルマッチがちょっと心配されますが、東亜蒲田は一目散に控え室に花道から帰っていきました。しかしビル・ロビンソンも満を持しての登場だったんですね。そうですね、やはりはい、ジャンボがね、はい、反則でめった打ちになるのを見ていられなかったんですよね、はい。